させていただきます。こちらではワークショップ4、ソーシャルとローカルの新潮流を行いたいと思います。モデレーターをお務めいただきますのは、一般社団法人 RCF 代表理事、藤沢烈様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではこちらワークショップ4、ソーシャルとローカルの新潮流というタイトルで、セッションの方を、開始をさせていただきたいと思います。このソーシャルとローカルという2つつけていますけれども、このソーシャルというのは社会課題に対してですね、特に民間の力を使ってどう解決をしようとしていくのかということで、さまざまな NPO でしたりとか社会起業家というような言葉で事業が生まれています。そうした中で代表的にですね、大阪で事業をされている今井さん、来ていただいてますけれども、今井さんに話を聞きながら、ソーシャルでどういった国が起きているのか、それからですね、今日は奥になりますけれども、井上さんは鹿児島県の長島町、こちらでですね、全国最年少の副町長をされていたということで、地域においてですね、どういった動きが今生まれているのかということでお話をしていただきます。それから木村正樹さんはですね、愛知で、コミュニティ財団、地域の事業に対してですね、資金を投資するような役割を、されておりまして、そういった意味ではこう社会的な事業とローカルの両方をブリッジするような役割を果たされています。こういった30代のこのソーシャルとローカルの今を引っ張られているですね、3人の方に、どういった取り組みをしているのかということを話を聞きながら、やっていきたいと思っています。ここは大きな会場でありますけれども、少人数の場ですので、いろいろインタラクティブにやりたいなと思ってますので、皆さんからも質問ぜひ、途中で挟んでいきたいと思いますので、ぜひ準備していただければと思います。ではですね、まずソーシャルローカルであるんですが、最初ローカルということで井上さんから話を伺いたいと思います。長島町でどういうですね、まず今は愛媛県に移られているということで、地域でどういう実践されてきたのかというところをぜひ伺えればと思います。はじめましての方もお久しぶり、世界一のプリの町、長島町の長寿をしておりました。父が、父と母が育ったの広島でお話できる非常にありがたいことと思いますし、去年もこれをお招きいただいて、出会っていないさんといろんな方とも、また新しいことが生まれているのは非常に嬉しく思っております。長島町という初めての方もいらっしゃると思いますけれども、鹿児島最北端の町でございまして、隣の阿久根市というところをですね、ちょっと比べながら説明をしようと思います。阿久根市というのはですね、非常に有名な、すごく栄えている町でした。長島町の普段に栄えていまして、イワシ漁の同じ地で取れました。ところがですね、阿久根はイワシが取れなくなっても、取れなくなったのは補助金が足りないせいだとか、ずっと言って、取れなくなったイワシをずっと求めて、で、産業をちょっと衰退して、変な市長さんが出てきて、ゴミの給料全部公開して、こうみんな足を引っ張る。今は市長さんがあってやってるんですけど、非常に今、ちょっと衰退した。長島町は、イワシが取れてた時期、40年前から、いや、このイワシはいずれ取れなくなったから、新しいことやろうということで、イワシを餌にして、漁業者を始めました。それが40年前です。で、漁協の皆さん、ノートにみんな現状維持はありえないと書いてます。すごいですね。すごいです。で、日本で初めてハサプ認証を取って、世界29バッグを出し、独自の餌を開発したりとか、まさにトヨタ自動車の改善のように、水揚げした瞬間からいかに早く出荷するか動かされています。僕が行った時には、日本で初めて漁協の組織会長に進んでですね、築地問題というのを言ってます通り、なかなか仲卸だけではないんですから、B2C の個人向けのところもやろうということで、楽天のコンサルトとか、あるいは阪急交通の会社を何とも省略感なく作って、もう漁協の職業を作ってますね。それも1年で、いろいろ改善と検証を繰り返して、お客様満足1位になりましたから、今度、阪急のツアーで、地元高校なかったので、地元戻れば返済を補填する無償バッグに、出生後で大量でございますから、成長して戻ってきてね、という願い込めて、みんなに取れますとですね、子たちを作ったり、そういうことをやらせてもらってました。今、愛媛県にいまして、4月から愛媛県なんですけども、愛媛というのは非常にこう、みんなこう、豊かだと思い込んでて、非常にこう、同質圧力が強い中で、なんか新しいことをやるうちに、非常にこう、ちょっとこう、文書主義、形式主義になっているところがあって、そこをどううまくしないかというところに模索しているところでございます。
今日は広島の方も多く当然いらっしゃるわけですけれども、その広島から平和という切り口で、まあ、世界に発信をされようとしているわけですけれども、まあ、その地域からですね、まあ、そういったその、まあ、平和というのは一つの切り口だと思いますけれども、まあ、あの日本全体では世界に発信するという観点で、まあ、長島町も小さい町ですよね。何万人でした？人口は1万人。1万人ですよね。1万人です。ブリ500万尾。あ、ブリ500万尾。まあ、ブリの方が多い。まあ、そうです。はい。ブリの方が偉い。で、あの、まあ、そういったその、あの、1万人の町ですけど、あの、日本全国でも非常に有名になったと思うんですけども、その小さい町だけど、ローカルだけれども、あの、発信をするっていうのはどの辺がポイントなんですかね。やっぱり新しいことやるとか、一番にやる。日本で最初に水調理専門学校に住んで、だから、一番に三菱と組んで最初に求人募集する、何よりも信用金庫と組んで一番最初にやる、こうともすれば田舎っていうのは東京からいかに補助金を持ってくるかとか、うん、なんか東京の基準で考えてしまうんですけども、そうするとこう劣化した縮小国民しかならないんで、やっぱり自分たちで新しい価値を作っていくっていうことが本質的に一番大事だと思います。あとは僕、銀座のママさん来ました。銀座の銀座のママさん。ママさん、はい。だから記者の方が、長島町記者はいないんですけども、小さな町なんで、はい、長島町担当の方が、なんか、いろんな記事書いてると、あ、こんなの記事よかったですね、とかですね。なるほど。そんなことをこまめに見えるあー、その記者の方を褒めるっていうですね。別に助走してたわけじゃない。最初そう思いましたね。あの、木村さんは名古屋でね、あの、名古屋の地域の事業に対してお金を出すという役割を果たされてるわけですけど、どんなことやってるのかってことと、今の、あの、岩井さんの話を聞いて、あの、感じたことを。そうですね、僕はあのこのパンフレットのプロフィールに2つの組織が書いてあるんですが、あのモモというですね、あの NPO バンクといったりしますが、要は金融機関からお金が借りれない NPO ソーシャルビジネスの事業者さんって、まあ、今も昔もいらっしゃる。あ、スライドを出していただいてありがとうございます。はい、あの NPO バンクって書いてある組織とコミュニティ財団っていう書いてある組織の2つの僕今経営者なんですね。で、まあ、大元はですね、僕一番右側にある地域金融機関出身なんですね。生まれ育ち愛知名古屋で、大学で一旦外に出たんですが、まあ、ふるさとで、あの、まあ、母子家庭で育った関係もあって母が待ってるということで、まあ、地元で働きたいなと、地元のために働きたいなで選択肢って、まあ、地域の金融機関ってよくある話かと思います。ただ、まあ、当時2001年に僕就職したんですけれども、ただ金融業界非常に厳しい時代で、まあ、貸し渋りとかね、貸し剥がしと言われるような融資の仕事を担当任せられても、なかなかその地域でお金を融通するというお仕事をやらせてもらえなかったという実は背景があります。でそんな中始めたボランティア活動で NPO とかソーシャルビジネスって関わるようになって、みんなお金に困ってると。つまり地域にお金はあるんだが、その問題の解決になかなか融通されてないのだという事実に気づいて、28の時に始めたのが NPO バンクももでして、で、今までも金融機関が借りれなかった人たちに対する融資を61件今まで重ねてきたんですが、貸し倒れって1件もないんですね。で、あと実際ただ融資で応援できる事業とできない事業っていうのもやっぱりあるだろうということで始めたのがコミュニティ財団。これが5年前に始めた組織で、こっちは返済がいらない形なんですね。寄付助成金という流れで、要はそこでまず事業を育み、成長した事業でお金を借りたいという段階になったら NPO バンクがお金を貸し、さらに地域の金融機関が成長発展したものを拾っていくと、こういう民間の要は問題解決の発展段階に合わせてですね、あの地域のお金が回る仕組みっていうのがこれから必要なんじゃないかっていうことを僕は考えていて、というのは、まあ、今の行政の話にちょっと紐づけると、やっぱり田舎の方に行くとですね、そういう儲からない、地域課題の解決というのはね、でその担い手は行政であり、その財源は税金だったという時代からやっぱりもうやっていけなくなっていくと。で、民間がそこを担っていかなきゃいけないし、その財源を地域で活かせてないお金があるなら融通する仕組みがいるんじゃないかということで、まあ、お金を出す人たちも地元で近いですから、僕ら500名超ってここ書いてありますけれども、あの実際お金を出して終わりにせず、その年間50団体ぐらい応援してるんですが、そこにボランティアで関わる人たち、登録者数が今500名を超えている、そういうお金と人で応援する仕組みを。なるほど、なるほど。つまりあの井上さんの方は、まあ、国の補助金を頼れなくなってきている中で、アイデアを出して新しい取り組みをどんどんやらないといけないと。
という話をされたわけですけれども、あの木村さんの方は税金などに頼れなくなってきた中で民間のお金をうまく回しながら地域の事業を救っていこうというですね、そういうふうな話をされたと思うんですけども、そうですね、まさになんか地域にお金はあるのだと。で、始めようお金の地産地消って、今日時間が限られているので、ぜひ2ヶ月前に本を出したこと、このタイトルで買っていただけると嬉しいなと思ってるんですが、素晴らしいですね、はい、営業してますが始めようお金の地産地消、はい、このタイトルそのままAmazonで買いますので、よかったら読んでみてください。やっぱりこれ愛知名古屋だけの話じゃないと思うんですね。各地でやっぱり例えば信用金庫って今全国に260以上あるんですが、たかだかこの20年でですね、預けたお金の今半分も地元の町で回ってないんですね。98年なんか調べてみると7割以上がその町で回っていたのが2013年に初めて5割を切ったんですよね。地域にしかない金融機関で地元でお金が使い切れなくて、国債の借金なんかを買い出されたりするんですが、もっと地元でできることがあるんじゃないかなっていう一つの解決策かと思います。いや本当に私遠くの復興支援を、ね、メインでやってるんですけども、遠くには震災後にたくさんお金が集まっていて、めちゃくちゃ地域の金融機関にお金が貯まってるんですが、全部国債行ってますから、国のお金でこう現金も含めてお金を出しながら国債に回ってるってですね、すごいマッチポンプだなってことをちょっと思いましたよね。信用金庫ってもっと絶対こう地方層の国だと思ってまして、銀行と違って法律で営業エリアに認定されてますから、人口減少に対して今度は一番敏感なはず。しかも逃げられないですからね、もうそこの課題の解決に向き合っていかなきゃいけない人たち。中島町はもう信用金庫とがっつり組んだから乗ってきて、売り奨学金も地元の信用金庫と組んでですね、役場で業者のお金貸しちゃうと、奨学ローンとかすると、どうせ役場のお金だから返さなくて言われてますから、嫌だなと思って、超低金利の奨学ローンをするとなって、まさに現地の行政みんなで負担する、行政だけで負担すると、はいはい、続かなくなっちゃいますから、なるほどね、これを続けるためにはどうしたらいいかなと考えて、町のみんなで、ここ、居酒屋とかですね、バスにさ元気もあって、やっぱりその若い人口が20年後に半分になっちゃうと、当然売上高も半分になっちゃいますから、できる範囲、出せる範囲で出してくださいということで、町の中で皆さんに言っていただいて。これ面白いですよね。その行政ってね、信頼があるけど、やっぱり何でもやりすぎるとモラルハザードになってしまうので、うまく信頼がある間に民間を巻き込んで、民間のこうある種活力でやっていただいている、そういう公認で役を果たしているという話だったわけですよね。じゃあ今井さんの方にも話を聞いてみたいと思うんですけれども、はい、ちょっとね、だいぶローカルの話に行って、このままで今井さんに触れなくなっちゃうなって。いや、全然大丈夫です。全然問題ないです。あまりこう、ローフローカル考えずに行ったってみたんですけども、その大阪で授業されてるっていうところで、どんな授業されてるかとか、はい、あるいはその地域に対しての目線をぜひいただけたらなと思います。その前に今木村さんの方買いましたので、ありがとうございます。Amazon で買ってました。皆さん、はじめまして。認定病人 DP の今井と申します。今日よろしくお願いします。僕らの NPO はですね、通信制定時制高校って皆さんご存知だと思うんですけども、そこで若者支援とか就労支援というところを今年間1000人ぐらいですね、今やっていてて、関西と今札幌拠点にして、仕事をしています。で、正直な話、今かなり学校からの今全国からの問い合わせがたくさん来ていてて、全部が今答えきれないような状況になっているので、本当に頑張らなきゃいけないなと思っているんですけども、課題は何かというと、通信制定時制高校って今皆さんどんな生徒が通っているか分かります？高校中退とか通信制の定時、通信制定時制高校ってどんな生徒が通っていると思います？どうですか、イメージあります？いやー、なかなかパッと思い浮かばないですよね。なんかすごい司会者っぽく言ってくる、なんか理解しないと思いますけど、高校中退とか、不登校の子たちが本当に多く通っている学校になっていてて、やっぱ卒業するときに、40% とか 30% ぐらいの生徒というのが進路未決定の状態で卒業して、なかなかやっぱり自立できない状態でなっていくというのがあってですね、で今しかも少子化でなのに唯一伸びているのがこの通信定時制の生徒数の状況になっているので、僕自身もやっぱり昔引きこもったすごい経験とかもすごいあったの でそれで商社で働いた後に今そういった生徒たちを社会と結びつけて、で就労まで結びつけていくみたいな形の仕事をしてます。で特にうちが具体的にやってる活動としたら、もうボランティアさん、非常にコミットメントが高いボランティアさんが今220名ぐらいいてて、もう学校のカリキュラムに全部入ってるんですよ。大阪だともう4割の定時制高校と組んでいて、通信と組んでいて、もう1ヶ月とか2ヶ月間とか丸ごと退任ってされて授業を持ってます。でそこで
で同じ授業に毎回同じ大人が来てくれます。地域の大人っていうのが。で、いろんな仕事の話とかしてくれていて、で1年生、2年生の方と。で、授業後にうちは部活動も一緒にやったりとか、食べれない子もいてるので、給食提供もしたりとかして、で、そこで相談に乗ってインターンとか、海外に送ったりとか、就職までつなげていくっていうのが、今のうちの、若者支援というか、この就労支援の形になっています。で、あの若者支援ってすごい分かりづらい分野なんですけれども、本当に要は簡単に言うと、なんですか、なかなかやっぱり結構しんどい状況の若者っていうのがあると思うんですよね。例えば仕事を失ったりとか、年代に応じていろんな挫折経験とかあると思うんですけども、その子たちを一回、まあ、いろんなその意味で将来と結びつけたりとか、社会と結びつけたりとかしていってですね、ちゃんとあの活躍できる人、あの人材なので、もともとはなので、その人たちを活躍できるようにやっぱしていくっていうのが本当に最近僕はあのその仕事なのかなと思っていてて、なかなかまだ日本では根付いてないと思うんですけども、本当にいろんなそのセクションの人ですね、企業の人とか地域の人たちを巻き込みながら、それであの学校と関わっていって、で学校を社会化しながら動いていくっていうのがうちの、まあ、ディープにやっていくことなのかなっていうのは思ってます。大阪府の定時制高校の4割。そうですね、はい。何校ぐらいですか。今21校あるうちの9校にうちも入り込んでますね。でそれでやってる形ですね、今。で今兵庫県と京都と、和歌山ですね。あと札幌も今抜き始めているという状況です、ね、関西からだんだんと、そうですね、北海道にも全国的にだんだん広げていこうっていう。そうですね、やはりあのなかなかやっぱり今一 NPO だと思うんですけども、我々としてはやっぱり行政がなかなか動けない分野だと思っていてますし、これからやっぱり行政がなかなかあのやっぱりかなり社会保障費がやっぱ上がってくると思っているので、民間でお金を持ちながら、それであの、まあ、実際お金を使ってですね、学校の公立高校の教育に入っていくと。でそれをすることによってロールモデルを作って、で行政に提案してですね、でそれでもあのもし資金的なところがあの行政からもらえなければ、我々民間でそれを実現していくというところで今はやっていこうかなというふうに考えています。あの最初のお題がローカル、地域に対してどう向き合っていくかという話なわけですけども、まあ、行政の立場だったりですね、お金を出すという立場で、どちらかというとより現場側というかですね、そうですね、 NPO の立場で地域に関わっているわけですけども、その現場の立場から NPO の立場から見てですね、地域ってどう今変化しているのかとか、どんな課題がありそうかって、いかがですか。なんかあの結構すごい変化は感じていてて、なんか結構あの今多くの企業さんとかその民間の関係者を巻き込める状態になってきているのかなってことはすごい肌感覚で実感していてます。なんかすごい面白いのが、結構なんかボランティアさんとかも増えていってるんですよね、毎年どん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 。でうちのボランティアさんって毎回の授業必ず6回ぐらい全部含めて、でしかも毎大体その1週間2回の夜とか、あと土日の1日とか関わっていただくことが多いんですけれども、そういったところの、関わっていただいているボランティアさんがそういう社会人がほとんどなんですね、8割ぐらいは社会人なんですけれども、やっぱりすごいそこに対してコミットメントしようと思って頑張ろうとしてたりとか、企業さんの、ところから社員さんが来てきたりとか、で企業さんは企業さんで、寄付をいただいてですね、うちの収入自体が8割が今寄付なんですけれども、寄付をいただくようなその企業さんとかが結構出てきたりしていてて、何かその社会課題に対して何か動こうと思った時に一緒になってそれを解決していこうよと、なかなかその、行政がやっぱできない分野のところに対してその部分での一緒に解決していこうっていう企業さんは結構僕は今関西で動きながら、で札幌でも今拠点が今できた時にやっぱ賛同してくれた方がちょっとずつ増えてきたんですけれども、結構増えてきたかなっていうのは変化としては感じてますね。地域の中で企業だったり個人がまあ、行政に頼らずに自分たちも関わっていこうという気持ちになってきてるんじゃないかっていう。そうですね、やっぱり僕5年間しかうち多分 NPO 法人をしてないんですけれども、それでもこれだけやっぱり巻き込めてきてるっていうのは、やっぱりそれだけ多くの方々 の賛同を得ることができたら、やっぱりムーブメントとして巻き込めるのかなっていうところは今可能性としてすごい感じるところかなと、これ井上さん、ローカルの変化という観点で、まあ、大阪でって話でしたけども、長島町で同じようなことがあるのか、そういうね、企業とか個人の変化ってどんな点がありそうですか。今井さんがうまいのはですね、関わり方をちゃんと見せてあげてるというか、多分いろんなことやりたい人いっぱいいると思うんですけど、何やっていいか分からない人がいる中で、こうやったらいいよっていうところを場を作っていることかなと思いまして、で僕もやっぱそこはすごい意識してて、例えばこう長島町って実は全国の自治体初めクックパッドと提携して組んで、クックパッド、はい、自治体公式キッチン、長島町公式キッチンになりました。でこれは中部の方がですね、地元の特産品を使って料理やってるんですけども、それ写真で送ってあげるという特
ところで、あのいろいろスマホの使い、まあ、スマホ使えますから、ちょっと使い方を教えるとみんな楽しんでるわけです。でこう無料でやってるんですけども、実はこれもっと大事なことは、その今まで街づくりとかなんか遠いなと思ってたその主婦の方たちがすごい気軽に参加してる。ああ、その調理方法、レシピをあげる、自分の料理をこうやってやってるよと。ああ、それが町の橋にもなっているよっていうことですよね。町のいろんなエンジンです、うんうん、なるほどね。あ、だからあの確かにそういう気持ちを持ってる人増えてるんだけど、やっぱりその場を用意しないと、まあそうは言っても出てこないよ。だから全国であのやっぱこういうネクタイのようなプロデューサーがいないと広がってこないっていう話だと思うんですけど、木村さんいかがですか。あのなんか今井君のところのその取り組みはやっぱりなんでじゃあ寄付やボランティアが集まるのかっていう大前提って、やっぱりその関わる若者たちが本当に変化をしていく取り組みをやってるから、時間やお金を投じる人がいるんじゃないかっていう、要は売り物が解決策、問題に対する解決策なら、まあ、それが本当に解決する事業じゃないと、ね、その時間やお金を投じる人って現れないっていう、だからうまいラーメン屋さんがなぜ行列ができるか、ラーメンがうまいかですよね。ラーメン食べようになりますか。お腹空いてんだよ。全然関係ない。僕さっきピーナッツあげたんですけどね。はい。そういう意味で実はうちも実はボランティア500名ってさっき言ったんですけど、あれの実は条件はうちにお金を出さないとボランティアに参加できないって話ですね。あ、要は例えば愛知コミュニティ財団だと参助会員って1万2000円なんですけど、参助会員にならないとあのボランティアで活動できないっていうふうにしてて、要はなんか信じられないって顔がちょっと見られるんですが、要は本当に問題の解決が売り物なら別に時間を投じる人もお金を投じる人も同じことに共感をして出すんじゃないかと、実際それで僕らは人集めしているので、団体さんにそれで関わってくれる人たちはやっぱ関わっていくことになるので、ある意味本気の人があの参加するコミュニティを作ってきているかなと思います。あの今回ローカルとソーシャルということで、そのまあこれねだんだん混じってきてるなっていう感じで、ちょっと私もやりづらさを感じてるんですけども、まあ、少しあえてローカルから少しあのソーシャルっていう、まあ、ソーシャルってねなんか横文字なんで分かりにくいかもしれませんけど、まあ、社会課題ですね。あの地域にもいろんな課題がありますけど、社会課題をどう乗り越えていくのかっていうことで、まあ、これあの今井さんがね、あの今はその子どもたちの教育だったりですね、まあ、そこを捉えてるわけです。もう一回そのあの大阪でやってることっていうのが、その日本のどういう社会問題を解決しそうなのか、まあ、この辺少しもう一回なんかいろんな問題に絡んでるかなと思っていて、で一番最初当初話してたのはさっき話した通り、あの、まあ、高校生の状態の、その通信定時の子たちっていうのが卒業するときに、まあ、結構若年無業者というか、なかなか自立できないまま卒業しても仕事はなかなか、あの結構そうですね、本当に何もしないままやっぱりあの昔のやっぱ過去を引きずってとかして、うん、あのそのまま家にずっといてしまったりとかっていう子がやっぱり見てて多かったので、それを最初に学校の先生に相談されてあのスタートしたのがうちの NPO 法人だったんですね、うん、でもなんか今やっててすごい思うのは、別にこの子たちってあのなんか世に言うなんかネガティブな印象の不登校とか高校の中退の子たちじゃなくて、すごい可能性を持った子たちなんですね。なんかすごい接点として思ってた時に、あのただ単にこの子たちの活躍の場がなかったというか、うん、いうふうに結構感じていてて、今結構企業さんとあのつなげてたりとか、彼らがあの今インターネットのショップや自分でグッズとか、あとはその T シャツとか売ってる販売とかもしてるんですけれども、なんかすごいあの、まあ、やんちゃ系の子もいればその普通の不登校系の子もいるんですけれども、すごいなんか企業さんとつなげたりとか、今企業の人手不足ってすごい大きな問題としてあったりとかもしてたりとかいるの で、あと例えば地方に行ったら今度労働力不足とかもあるので、なんか僕たちとしてはこういったその若年無業者の問題を卒業するときに解決しながら、実際結構企業さんとつないだりとか、あとは地方に生徒を送ったりとかもしてるので、なんかいろんな問題を一緒になってそのローカルというか、あの地方の人たちとか企業さんと一緒に解決してるのかなっていうのは、最近僕は自分たち5年やってきて、なんかようやく形になってきた成果が分かるようになってきて、表面では若者の就業のサポートをしてるんだけど、裏面では企業の人材不足の解決になってるかもしれないとか、そうですね、問題と問題がつながってきたりしてるわけですよね。そうですね、やっぱりなんかその部分って結局あの、まあ、企業さんとのその連携っていうのがやっぱり重要視になってきて、なんかお互いにやっぱやっていくものだと思うんですよね。だからここの部分も結局のところ協力できるというか、それこそ僕、ね、長島町の今 N 高校さんっていうね、はい、あの N センターっていうところがあると思うんですけど、ああいうのも教育のね、あのお互いの問題解決です。なんかミックスしてやってることが多いじゃないですか、井上さんのところも。
岩井さんその長島町さっき地域って観点で語ってもらいましたけども、その社会問題の解決っていうふうな切り口で見たときに長島町をどう 見えてもらえますか。いやもう課題を隠すんじゃなくて公開してオープンにして一緒に解決しましょうってことをずっとやってました。で多分それは例えば林業の問題で、林業でいうと、日本の森林 の日本の面積7割以上は森林なんですけども、林業できてる町って多分5つか6つぐらいしか出てこなくて、でそこを何やってるかっていうと、いち早く森の問題だから一緒に解決しましょうってことを多分出したんじゃないかなと。あそうかそうか、林業の問題って全国なんだけどね、林業の問題がありますっていうのはちゃんと発信してるとこなんだ。あ確かにね、そうかそうか、発信を先にしてしまってここに問題あるよと、でそれで注目を集めるっていうのが大事だって。実際それで人が集まってきますもんね、やっぱりね。はい、何をやってるかっていう発信だと、それが問題の解決の策だったとしても、なんかその問題を知らなければ、なんか僕も言われたことあるんですが、趣味にしか聞こえないとかね。それだとやっぱ自分を知ってる人しか応援してくれなくなっちゃうので、これはあなたも関係している問題なのだっていうふうにやっぱ発信することがまず大事だってことですよ ね。そうするとなんか横断してなんかいろんな業界の人たちが手伝ってくれるようになるというか、結局なんか一つのソーシャルイッシューとかだと思うんですけど、それをなんか同時並行的にいろんな人にやっていくと、なんかいろいろ問題解決できるようになってくるのかっていうのがなんか面白さなのかなっていうのはすごい感じてますけどね、今日の話の中で。その社会問題を、ね、どう解決するかっていうことで、まあこね、社会問題って最近始まったわけじゃなくて昔からずっとあったわけですよね、まあ、そのこの5年10年、まあ、皆さんね30代で、まあ、この 5年10年ですかね、社会問題に関わってきてるんだと思うんですけど、何か以前と比べて変化、昔と違って今の社会問題ってこういう違いがあるとか、なんかそういう点で感じてるところありませんか。昔って僕らね、そんな年代じゃないんでどうなんですかね、そのあたりは分かんないですけど、でもなんか NPO の捉え方がすごい変わってきたなっていうところはすごいまだ感じてはいてますけどね。自分がなんか法人を今やっていて思うのは、なんか前大阪ですごい始めた時はなんかすごい貧困ビジネスとか、なんかそういうふうに結構大阪だとイメージが悪かった印象があったと思うんですけれども、なんか結構大阪の中でもすごいちゃんとしたところと一緒になんかやろうよというか、なんかそういうところの雰囲気は僕らはその関西の中で感じたりとかしてますけどね。 NPO の信頼性みたいな。そうですね、その辺のなんかところはそう感じたりとかしてますけど、うん、井上さんどうですか。あとまあちょっとずれますけど、やっぱ今こうそれこそ Facebook とかいろんなものがあって、人とがつながりやすくなって、いろんな、まあ、クラウドファインディングを含めて、それの手段が広がったなってすごくありがたいなと思います。個人が関わりやすくなってきたって感じですかね。お金も確かにちょっと、ね、いろいろ簡単に寄付がしやすくなったり、まあ、ふるさと納税みたいなものもできてきたりとか、まあ、情報も知りやすくなったんですかね。一方で、うん、例えば国民奨学金とか、もういろんなテレビがネットで紹介したり、これぐらいで、多分自治体の人知らない人いないんですよ、話になる人は。でも、やるところは限られてて、まあ、いいねって言って拍手するんですけど、みんな動かない。自分でやるところはまだまだ増えない。なんかそこのやる、やらない、do or not to be のところが、なんかすごく差が出てきてる気がします。情報はいっぱいあるから知るんだけど、知ることはできるんだけど、やるかどうかに差が出てるっていうところですかね。木村さんどうですか、その地域から見て、この社会問題に、ね、まあ、各地域ね、乗り越えないといけない問題っていっぱいあると思うんですけど、まあ、いろいろ確かに情報も増えたし NPO も出てきたけど、どう見られますか。そうですね、僕ちょうど7月にだから40歳になったんで、ギリギリもう30超えちゃったんですけど、はい残念。まあ、でもこの15年ぐらい僕も実はこういった非営利のセクターでご飯を食べてきて、例えばそのやっぱりなんていうかな、最近今ねレッツさんとかとも一緒にコレクティブインパクトって実は横文字が使われるんですけど、やっぱり社会課題の解決って一つの問題、一つの NPO、 一つのそれこそ行政だけでも、 もう解決できる時代じゃないから、要は問題はやっぱり当事者を中心に置いていろんな人たちでその問題を解決していくのだっていう
文脈がだいぶこう伝わりやすくなってきたなっていうのはありますね。例えばうちだとなんか不登校 の, あの子どもたちに対するご支援をしている団体さん、フリースクールをやっているところが、まあ、結局フリースクールも一つ の, の、ね、不登校問題の解決策なんだけど、やっぱりじゃあその当事者の人たちがなぜ現れたのかって調べてみると、多くのやっぱりご家庭は離婚をしているとか、やっぱりお母さんはそれまで働いてなかったからダブルトリプルのワークになっているとか、父親はお金をね子供に対して払わなくなっているとか、なんか塾に行けなくなって子供たちとの関係が子供たち同士の関係ができなくなっているとかで、反社会的勢力の誘惑に負けてなんか流されていくとか、やっぱり構造が見えてくるんですよね。でそういうのって今までってあまりやってこなかった。で一つ一つの現場が、例えばその反社会的勢力の攻撃を断つために夜回り活動するとかですね、父母お父さんとちゃんと安心して会えることを NPO がつなぐとかですね、女性の就労支援とか、それぞれがやってたことをちゃんとこうつなげていかないとこの子って救えないよねっていう価値観がだいぶこういろんな人と共有しやすくなってきたなっていうのは、やっぱ課題がだいぶその深刻化してきているのかなっていうのはすごくこう複雑になってるからこそそういう話が伝わりやすくなってるのかな、違いは。なるほどね。最近は、まあ、NPO と行政が組んでパートナーになってなんてことも当たり前になってきたけれども、その背景にこう問題が複雑になってきて、行政だけでも解決できないし NPO だけでも解決できないということがあるからっていうですね、まあ、そういうような話をいただきました。縦割りのところも実際ありますもんね。例えばうちが今やってるところっていうのは結構就労に関わってる分野だと思うんですけれども、まあ、通信定時ってかなり就労する率 が,、まあがまあ、特に定時が高いので半分以上が就職するんですけども、だけどここってすごい難しいのが、文部科学省っていうのはその就労に対してのところっていうのはなかなか手を出せないというか、だけどで一番やってるのはその厚生労働省だと思うんですけども、でも厚労省学内に入ってる高校生たちは支援できないんですよね。15歳以上の子から39歳ぐらいまで の, その無職の人たちは支援できるけど、でも所属期間があるとできないみたいなような状態になっているので、なんかそういう意味で言うとすごいそこの部分っていうのが結構行政と違ってすごい活躍できるっていうのが結構 NPO かなっていうのはすごい思ったりとかしてますよね。うん、井上さんはねもともと国のね総務省からこう市町村に行ったりとか今は県に行ったりとかしてるわけですけども、国の方から見て確かに縦割りってあると思うんですけどね、それをこう壊していく上で、まあ、NPO の役割もあると思いますけど、こう国だったり自治体が何をしないといけないのか。国はまあ省ごとにこう分かれてますけども、自治体は基本的に総合行政ですから、やっぱり今面白いことっていうのは、実はその小さな自治体から起きてくるんじゃないかなと思ってます。長島町の V 小学校から、例えば水調理専門学校を組んだりとか、まあ、環境と組んだりとか、信用金庫と組んで空き家の問題を今解決しようとか、いろんな取り組みが広がったり、教育の分野の目の方ができたり、慶応の茶寺キャンパスができたりとか、広がってますから、それが面白いかなと思いますし、縦割りになっている時代だからこそ、その地域に超密着というのが一つの大きかなと思います。ひっくり返して、現場だったらば縦割りを超えられるということで、NPO もそうでしょうけど、自治体も現場の一つだよねっていうふうな話ですよね。はい、ありがとうございます。ちょっと会場の方にもですね、少し質問もと思います。今日のテーマはですね、まあ、ローカル、まあ、地域の中にいろいろな問題ありますけども、それをどうやって解決するのかということで、まあ、行政の立場だったりお金を出す立場だったり NPO の立場から考えてきています。そういう中でぜひ、この角度で、少し質問してみたいとかですね、自分はこんな意見を持っているとか、もしもいらっしゃいましたらば、ぜひご質問いただけたらなと思いますけれども、いかがでしょうか。じゃあ関さん、今マイクがいきますので、コードボジャパンの関です。皆さん大変貴重なお話ありがとうございます。で、私自身も、まあ一般社団法人の非営利団体をやっていて、まあ、周辺にもいろんな社会起業家とか増えてきたなという感じがするんですけれども、結構感じるのが特に地域とかだと何かこういうこと解決したいみたいなアイデアがあって思いもあって、で行動を始めたはいいけれども、なかなかこう例えば、ビジネス的なスキルがあまりないとか、要は単純にお金だけ与えてもなかなかそれがこうちゃんと有効に使えないっていう状況があったりするなと思うんですけど、そこをどうこう超えるかっていうところで、特に木村さんはその融資だけじゃなくて
伴奏もしているという話をしてましたけども、その伴奏というのはどのようなことをやっているかというのを具体的にお聞かせいただければと思います。お金出すだけじゃなくて。はい、そう、ありがとうございます。さっきのスライドでね、伴奏支援って書いてあるところに触れていただいたんだなと思うんですが、まあ、実は伴奏支援にもいろんな形があって、実はまあ大まかに分けると松竹梅あるんですね、はい、で実は全ての支援先にやっているのは、マンスリーレポートをちゃんと作ってもらうんです。うちはお金を出す以上、やっぱり事業計画を最初に出してもらいますと。それをもう築地でこう今月何やります、やったかどうかを測る指標を、それを数字で言うと目標値はみたいな、それはもう最初の段階で一緒に作るんですね。でその合意したものを追っかけていきながら、まあ、担当スタッフが実は赤ペン先生をしながら今月頑張りましたねとかね、悩み事にも答えていくみたいな、まあ、それが最低限どの段階でもやっている。であとは、まあ、それ PDCA 回すって話なんですよ。要はこれはなかなかやっぱり問題の解決分野でね、なかなかこう目の前の困っている人を救いたくていきなり始めちゃって、なんかこうね回すってことにならないので、そこをまあ本当に解決したかったらっていうのでやってます。でその、まあ、定点観測を実際に会議をしてやるっていう、まあ、うちは仮想理事会って言葉を使ってるんですけど、要は3ヶ月とかに1回その現場の団体さんにお邪魔してですね、僕なんかがこの2時間はあなたの団体の理事になりますと。でなので自分が理事だったらどういう経営判断するかなっていうことを言うんで、相談してくださいっていう場をこう作って、でそれがまあ竹で松が最上級でボランティアチームを派遣する。で例えばうち実はボランティアで多いのは役所の人、結構ね県職員とか多いんですね。で例えば県の職員さんとかに多くやってもらっているのは、その団体さんが解決に挑んでいる問題のリサーチです。つまりなんか団体さんね、今日課題をこう発信するの大事だと分かるんだけど、やっぱり調べ方が分からないとか調べる人がいないっていうの でその調べることって役所でも税金投入するときにやってたりするし、県の職員さんってその現場とコツがあったりするので、なんか肌でやっぱり自分がね仕事で培ってきたスキル役立つか感じたい、そういうなんかボランティアチームの派遣っていうことを、まあ、総称して伴走支援っていう。ありがとうございます。多分皆さんに言われたこと尽きるんですけども、多分僕一時のブリブルする人いっぱいいるんですけど、パス出す人がすごい少ないなと思うんです、うん、全国訪ね歩いていろんな人と会わせてもらって、まあ、現場に行ったんですけども、バーベキューね、まあ、確かに意外と私は岩手県っていうね、東北の被災地の支援をずっとやってるんですけども、隣町の情報ほとんど入ってないんですよね。で例えば釜石っていう町が、その隣に大津市って町があるんですけど、もうお互いほとんど何も知らないんですよ。で私が説明するんですよ、東京から行ってですよ。で隣の大津市ではこういう取り組みが、へえみたいな。で意外とね、地域の中でもお互い知らないんですよね。なんか狭いね、本当にこう車で5分に行けるようなとこなのにお互い知らないっていうですね、そこをつなぐっていうのが、まあ、そうだからこそできるみたいなことを感じましたけど、まあ、バーベキューでつないだっていうですね、うん、ありがとうございます。いい話でしたね。関さん、ありがとうございます。はい、もう何人か質問いただけると思いますけども、いかがでしょうか。はい、
Yeah. All right, can you hear me? Or I'm sure. So fascinating and helpful discussion. So I've only been to Japan twice and spoken to many students in, at the college level. So some here in Hiroshima and mostly Tokyo, so just two cities. And then outside Japan, you read news and you hear about increased alienation among the students, or increased suicide rates, or more people like not connecting socially. And your point earlier about a loss of purpose and finding goals for the, for these outliers, people who are not quite mainstream. So it's interesting that my own son, who is autistic, one of my four children who is autistic, thinks that Japan is like heaven. To go to Japan. So there's a saying in America among parents of autists and my own autistic son that like it's the number one destination to go to because of micro focus, things that they would love in Japan. Not socially connecting, but being fascinated by. So it's an interesting, so I, and lastly, yesterday I was speaking to a group and I tried to ask some maybe too Western question. Do you have role models? Do you look up to anyone? And then what are your sort of your own values and purpose? And do any of you want to make a difference? This idea of making a difference in the world or in Hiroshima, and maybe 3 out of 60 hands go up and they were really different and confident. The rest, confused. Maybe it was me being too American. In an American class, if I asked that question, like 90% of the hands would go up. This like wanting to, craving purpose, wanting to make a difference, you know. So there's such a sort of complementarity, but I want to ask this a long question because I'm slightly confused to see what is the social issue you're talking about needs and local needs and cultural problems, and what is that a code for? What is happening with youth in Japan that someone like me is confused by? さっきどういう質問かちょっと忘れましたけど、自分でこれからやりたいことがあるのかとか、自分にそのセルフコンディションと言ってなかったけど、自信があるのかみたいな感じで、日本ではあんまないみたいなところがね、あったと思うんで、そういうことで、なんでそういうことが起こっているのかみたいな形の質問を、多分まあ、息子さんはすごい日本のことヘブンだと思ってるっていうふうに言ったんですけれども、だけど、でもなんかそれすごいギャップが激しいみたいな話で多分今質問されたと思うんですけども、まあ、ちょっとそれぞれの多分観点から話ができればなと思っていて、僕は高校生と普段関わってるんですね。で特にまあ、これは普通の高校生でも、まあ、通信訂正っていう学校の高校生でもすごいやっぱり思うのは、もう極端に自己肯定感がないです。もうセルフエスティームっていうのかね、英語で言うとだと思いますし、そこの部分がすごいやっぱり欠けてるのが今の現状だと思っていてます。で、なんでそういう風になってるのかなっていう風にやっぱり思うのとかというと、多分それは環境的な要因と、あと日本ちょっと固有の問題が多少絡んでくるかなと思うんですけれども、環境的な方で言うと、やっぱり日本が今やっぱりすごいなんかどんどん下がってきてる国っていうやっぱり状態が結構すごい強いのかなっていうふうに思ったりとかするのと、あともう一つは結構なんか社会からのプレッシャーが極端にすごい強い。どこかに所属して、例えば進学しなきゃいけないとか、仕事をしなきゃいけないとか、ものすごいそういったそのプレッシャーとか、もう親とか友達とかもいろんな目線がたくさんあって、でそれによってすごい多分学校に行かなきゃいけないとか、多分アメリカだとそういうのがあんまりホームスクリーングとかあると思うんで感じにくいかもしれないですけど、なんか必ずしなければいけない、何かしなければいけないっていうのがたくさんありすぎて、だからそこの部分ですごい何ですかね、孤立してってたりとか、すごい極端にしんどい子たちが出てくると思います。
特に今日本の子たちで言うと環境的なところで言うと孤立しやすいなと思ってるのは、例えば高校中退したりとか不登校になったりとかするとより、あと経済的にしんどかったりとかするとより昔の人たちよりも孤立します。SNS でいろんな人たちにはたくさん今までつながるようになりました。自分の趣味とか自分の好きなアニメとか、自分が所属したいコミュニティには SNS で孤立やれるようになりましたけれども、だけどそういう子たちは学校に行かなくなった分リアルなネットワークもないからより閉じこもりやすくなって、でしかもやっぱりよりいろんなその人たちが何かやってる姿とかも SNS とかで見えるようになったので、より自己肯定感がその極端に下がってきます。なのですごいそういう意味でなんていうんですかね、孤立し、いろんな意味で孤立してる機会とか考えることとか、なんかそういう意味でなんかよりしんどくなってきてるのかなと思います。であと日本人固有っていうのは結構自分のことを卑下しやすいのかなっていうところもあるので、まあ、それとちょっとプラスしてなってるのかなっていうのは個人的な見解としては思います。まあ、平井さんと木村さんにもね、この日本の若者の固有の問題って何なのかってことをぜひねコメントもらいたいと思いますけども、まあ、一個だけだいぶこれ有名な話になりましたけども、まあ、日本のその子どもたちがいつ自殺をするかっていう話があって、圧倒的にこの今日9月1日なんですね。でこれ夏休みが終わって今日から始業するということで、まあ、実はこの日に大変残念ながら、自殺をされるお子さんが一番多い日という。なぜかというと、その夏休みが終わって今日から学校に行かないといけないと、その学校にどうしても所属、まあ別に学校に行かなくてもいいんだけども、学校に行かないということがものすごいプレッシャーに親からもされて本にもなって、で命を絶つまで行ってしまう子どもが決して少なくないっていうですね、まあ、そういうねじれた構造が日本にはまだまだあるっていうことがあったりもします。じゃあ井上さん、ぜひよろしくお願いします。今柔道プレーヤー、柔道で世界チャンピオン、オリンピックを目指します。そう思うとですね、最近思うのは社会の畳が硬くなってしまったなって思います。社会の畳が硬くなってしまって、ちょっと分かりにくいな。社会の畳、はい、いや受け身を取ることを教えてくれないし、なんか受け身もすごく取りづらくなってる、うん、その中でも今井さんがお詳しいかもしれませんけど、そうですね、はい、いやこういう話ですよね。だからその1回失敗するとより落ちやすくなるというか、なんかそういうイメージで言ってらっしゃいますよね。わかりますわかります。そこに関してるとなんかそこの部分は気がしやすくなる、うん、気しやしにくいという感覚、うん、っていう意味ですね、はい、あそれだけ言いたかった。木村さんです。まあ、僕今の失敗って切り口でいくと、やっぱり役所の今の仕組みとか税金だってやっぱり失敗ができないっていう形で、だから社会実験で僕は寄付をやっぱ集めて、でやってみせて、で本当に深刻な問題は制度にしていく提案ができるって思って、寄付はだからお願いするものではなくて社会参加のツールだと、まだそんな文化がやっぱ日本ってないんですね。お願いして集めるものだと。で実際その社会に役に立ちたいって思う人たちが、国の調査だと毎年取ってる統計だと7割いるっていうんですね今で、僕が生まれる前は実は逆転してたんです。別にそんな思わないよって人が圧倒的に多かったのが、今7割の人が社会に役に立ちたいと。だけれども実際じゃあ継続的に寄付やボランティアをやってる人って何割いるかって、これ皆さんの多分肌感覚に近いと思うんですけど、せいぜい3割なんですね。だからやっぱり4割5割ぐらいのギャップがそこにはあって、でやっぱりそこをどう埋めるのかっていうのが、一つはやっぱりそういう発信をするっていう話だったし、でその発信をするコンテンツがやっぱり問題の解決、これ本当にしていくっていうものをちゃんと成功体験を寄付でもボランティアでもしてもらわないと、なかなかこの逆転ってできないかなっていうふうには感じてます。まあ、その日本人が社会に、ね、関わ何か役に立ちたいって思う割合って増えてるんですよね。で消費者もなるべく、まあ、社会に役立っている会社の商品を買いたいとか、まあ、就職したい学生たちもより社会に役立っている会社に入りたいというふうに確かになってるんだけども、裏を返すともっとこう社会に関わりたいというか、まあ、少しなんか孤立感の裏返しみたいなところもちょっとあったりなんかをしたりするんですけども、でさて残り10分ほどになってきたんですけども、残る時間の中ではですね、まあ、ここまで地域社会それからご質問もいただいたおかげでですね、少し日本のその文化性みたいなところも混ぜながら議論が進んでいるわけですけども、よりこれから
次 の, あの、まあ、日本もね、いろいろ、まあ、人生100年時代だとかですね、いろんな言い方をされて、次の社会を模索しないといけない、人工知能が出てくるとかですね、あの職業が半分変わってしまうんじゃないかとかですね、いろんな言われ方をされるわけですけども、まあ、ぜひ地域の観点とその社会課題を解決していくんだという観点から、まあ、次の社会に向けてどういう一手を打たないといけないのか、まあ、こういう角度であのそれぞれですね、最後あの締めていきたいと思いますけども、まあ、どなたか喋りたい人から。いや、まあまあという人がですね、やっぱりすごく減ってきたなと思ってます。だから僕はいろんないっぱいお話しするのは、あのまあまあと言ってくださいというのは、こう多分失敗したりとかチャレンジすると、まあ、失敗もするんですけど、あるいは自分が思いがけてたことと 100% 一緒のことじゃないかもしれないけども、まあまあと言ってあげることが一番大事かなと思います。ちょっと遊びの部分が足らないっていう、遊びの部分も足らないですし、もっとおおらかな頃っていうか、うん、なんでこうそういうね、まあまあが減ってきたっていう感じですか。そういう体験がなかったりとか、自分自身がそういうことを受けてなかったり、それはこう Facebook とかいろんなソーシャルメディアもインターネットも普及すると、匿名性の話とか、なんかソーシャルメディアは許さと逆の方向に行ってる感じですよね。ちょっとこうね、あのちょっと緩い発言すると叩かれそうみたいなね、っていうところはちょっとありますよね。なんとなく日本社会全体、なんとなく確かにまあまあを許さないような雰囲気になっているところがあって、まあ、あのそこをこうもうちょっと緩やかにした方がこれから大事じゃないかという話でした。では、じゃあ、あの、まあ、これからの地域や社会に向けてって話なんで、やっぱりこれからの地域や社会で何が足りなくなるのかっていうことをやっぱり調べるところから始めないと、次のアクションって生まれないだろうなっていうふうに思ってて、で僕らはだから、あの、まあ、例えば国の仕組みとか今までの役所の仕組みで補助金出しますと、あれって要は解決策にお金つけるっていう話なんですけど、やっぱりリサーチすることなくお金つけるから、やっぱやりたいことありきであり、なんかその問題の解決を期待して出したが、でも問題は解決しないと。やっぱりそのリサーチをちゃんと、なんかおかしいって思った人がちゃんと、なんというかな、あの誰がじゃあそれって困ってて、これからこの人たちを放置するとどんな、こうやっぱりね、社会的に悪影響が出るのかみたいなことを、なかなかこうもう役所だけでできなくなっていくなら、気づいた人たちと一緒に、まあ、やっていく仕組みだから、まあ、僕は財団を作ったりはしてるんですけれども、でもそういうのがなんかこう次の第一歩かなって思ってやっています。今実際何が起きているかをこうもうちゃんと掴んでいこうっていうね、リサーチってことは。そうですね、やっぱりなんかそのさっきのコレクティブインパクトの話もそうですし、なんかいろんな人の力を借りようと思ったら、あの自分が中心に行っちゃいけないと思うんですね。自分が中心にいたら自分を知ってる人しかやっぱ応援してくれないわって思って、やっぱり本当に問題が何なのかと、困ってる人は誰なのかが中心に置かれるからこそ、多分いろんな人たちがもうすでにご支援も入ってるんだが、足りない事業とか足りない仕組みがあるよねってことが可視化されて、だからここってみんなでやんなきゃいけないよねって話ができるかと思うんですよね。なんかなかなかこれ本当は行政なんかがね、ちゃんとこう地域の状況を抑えてでもっとやってほしい気もするけど、意外にやってなかったりしますよね。なんでなんですか、ね、法務省は統計局もあるけど結構復興庁にいましたけど、いい加減ですよね現場に行かないからでしょう。人と人と向き合わないからでしょう。井上さんはすごい。いやでもなんかね、そのミツバチでしたっけの役割を果たしてた、やっぱり役所の人がいると地域にとってはやっぱりなんていうかな、その安心感というかね、圧倒的な安心感と、やっぱりなんかいろんな人たちが関わる理由が生まれる。だからその対話の場に僕やっぱ役所の人って欠かせんなって思うし、なんか本当に問題を解決したかったら別に役所が解決しなくていいから、解決を一緒に考える現場にはいてほしいなっていうのは。コーディネートとプラットフォームの役割が、これからそうですよね、はい、それは本当ですよね。確かに、なんかプラットフォーム、コーディネート、そして今ね、あの木村さん言ったデータだったり、その分析だったりっていうところを、なんか意外と行政が一歩もう一歩できてもいいかなっていう気はするんですけどね、うん、でもそれはですね、今大根行政になってるからです。大根行政、大根行政っていうのは、大根100円15円って言ってる人が家買うとき1億ポンと出しちゃう。なるほど。大根を100円、5円とか言ってる人が家買うときはね、1億円でポンと買っちゃうわけです。ああ、はいはい。大根だったら100円、100円を細かく、うん、
あの100円が高いなってやる人が家買うときは突然こう1億買っちゃう。なるほどなるほど。で多分日頃のこう1万円万円の授業はあのこの人細かいんです。分かる分かる。そうありますよね。なんかねこう家庭の主婦というかね、うん、スーパーでも買えるけど時々扱っちゃうみたいなね。いやでも補助金のチェックとかもそうですよね。なんかもう1円単位でこう細かく見て、で結局でもそれって役所としては問題の解決期待してお金出してるのに、何をやったかとか何に使ったかしかチェックしなくて、問題の解決どれだけ、ね、したかって全然追っかけない。それと一緒ですよね。まあ間違いない。納得だと思う。僕も聞いてると思う。いや結構そこね、深い問題というかね、ちゃんと変わっていかないといけないと思うんだけど、なんかね、そこは国がね、やることもあるなって感じしますよね。いや、でもなんか、自治体でいうと、例えば100億のゴミ処理場とかは、ろくにしないもせずに、えいやりましたんです。本当にそういうことありますよね、聞きますよね、よくね。そうですよね。どうしたらいいんですか？トップに、一つやっぱり、度量っていうか、間が必要だと思います。間ですか？間、間と書いて、間。多分、日本の行政は、間抜けなんですよ。間がないんですよ。あ、いいこと言った。丸けね。丸け、うん。個人もみんな忙しい忙しいって言ってるから、新しいことやろうとしないし、空間としても、なんか今、クリエイティブな場っていうのがたくさん企業だったりいっぱいあるんですけど、なかったり、トップもやっぱりこう殿にやる方が楽ですから、同質性の方が楽なんですよ。うん、で、違うものとか、異質なものを受け入れようとしないっていうところで、はい、そういう意味ではトップの意識って大事です。まあそうですよね。トップが変われば、まずね、変わることはありますよね。うんうん、まあ、トップを選んでるのはね、市民なわけですけどね、本当はね。うん、まあ、でも、殿になっちゃってるでしょ、うん、同質性の中で、同じぐらいの人でこうトップになってると、楽ですから、うん、であとは、多分個人の場っていうことでいうと、もうやらないこと決めるとか、うん、どんどんやらないことを勇気持ってやめていくと、うん、いうことが大事だと思います。今井さん、そうそう。あれですね、問いとしてはもう一回言うと、あれですよね、これからの次の一本。次の一歩です。次の一手。そのなんか僕らとしてすごい大切だなと思ってるのは、ね、さっきあの、まあ、すごいかなり地域のことに関しては、あの木村さんとも話していただいたのかもしれないですけど、何ですかね、なんかその辺悩みますね。何が大切なんですかね。なんかいや、まあ、DP としてはすごいありますけど。ずっと、ね、ここまで5分くらい。間を用意したら、このまま大丈夫ですか。いや、だってあのさっき2人とももう話してみようかな。何話そうかなと思ったんですけど、いやでも本当にあの地、まあ、なんだよな、例えばあの10代の教皇たちのこともできるので、なんか少し、まあ、世代に分けてちょっと言いたいなと思うんですけど、あのなんかやっぱり、なんか問題を解決したりとかすることって、全部、まあ、その NPO でも会社でも同じなんですけど、仕事になったりとかすると思うんですよね。だからなんか、そういうのをもう高校生とかその中学生とかの段階とかで、何かあの人の、その誰かのその問題、例えば友達とか、あの誰かのその問題を解決することが実は仕事にもすごいつながっていくので、なんかそういったその実践とかをなんかすごい今の若手の世代、僕はあのやっぱり結構昔5年間ぐらい引きこもった時期があったので、なんかそこの部分なんかもっと10代からいろいろできたりとかするとすごい面白いのかなと思ってますし、今の多分20歳以上の、まあ、皆様と一緒にやれることっていうのはやっぱりすごい今そうですね、いろんな環境が、社会環境とかも変わりつつあると思うんですけれども、あの一緒になってやっぱできることってたくさんあると思うんですね。で、やなんですかね、今行政がすごいやっぱ動いてくれてたりとか、すごいやっぱり、ね、井上さんとかもすごい動いていたりとか、いろんなその熱心がある方もいらっしゃると思うんですけれども、絶対にその大きな上のその国とか行政だけで解決できない問題ってたくさんあると思うので、なんかそこの部分っていうのを例えば民間の企業だったりとか、とかあとは DP でいうとその学校でちゃんとロールモデルを作って、でそれをあの行政に提案していって、それで一緒になってその動いていくというか、なんかそういう部分でもっとできるんじゃないかなと思っているので、僕は本当に大阪とか、まあ、今他の地域でも広げながら、あの自分たちで、まあ、行政がなかなかできない時代とかお金がない時代とかも来ると思っているので、あのいろんな人に賛同を得ながら広げていって、行政のちょっとちっちゃい版じゃないかもしれないですけれども、あのちゃんと規模感をちょっと持ってやっていきたいなっていうのは、今考えているところですかね。はい、ありがとうございました。言いたいない、言い残したことはよろしいですか。大丈夫ですか。なんか喋りすぎるとまずそうだからね。まずくないですよ。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました。
今日はですね、ソーシャルとローカルの新潮流ということでやってまいりました。それぞれ、まあ、皆さんどうお感じになったか、皆さんそれぞれ非常に既存のアンチテーゼをされていると思うんですよね。で、例えばその井上さんっていうのは、まあ、国の役人なんですね。なんだけどもあえて市町村現場に入っていって、本来その国から、ね、行った時に要求されるのって補助金引っ張っていく役目だったりするわけですが、まあ、それを彼は否定をして、ある種現場で全く国のお金とか関係ないですね、取り組みをものすごくやっています。今日は披露していただけませんが、ラップを歌ったりですね、ぜひ YouTube のラップの検索をやってもらったら、別にラップを、ね、歌ったって補助金入ってこないわけですからまあ、だけどそれによって非常にその長島町っていうのが話題になって、さまざまな企業がついてきてるっていうですね、そういう実績を挙げられています。これは本当にその国や国のやり方をこう思い切りこうひっくり返していることをされていると。それから木村さんも、まあ、元々こう金融機関にいらっしゃったわけですけども、まあ、その本来ね、地元の金融機関って融資をして、それで地域の、ね、産業を成り立つでっていうことだったんだけど、それを退いて寄付ということを通じて地域を変えようとしているっていうですね、これなんで融資や寄付なんだっていうところに、まあ、これ本を買っていただきたいわけですけども、これ本当に革命的なことで、やっぱこう僕もその統計やってて思いましたけど、まあ、地方の金融機関すごく大事で、お金がすごく溜まってきてるんですよね。それを使って新しい産業を変えるべき で、僕も本当に遠くの産業を見て本当につくづく思ったのは、お金が動いてないで、ビジネスチャンス山ほどあるんですよ。だけど地域の金融機関がお金出せないという状況があって、まあ、そこに寄付ってやり方である種違うことを突き落とされている。それから今井さんはですね、NPO という立場で行政でないやり方でですね、やってると。まあ、今井さんの過去のことはちょっと触れようと思ったんですけど、あまり触れないことにしましたけど、はい、すいません、はい、まあ、それはね、昔今井さん人質で有名で、ちょっと人質で有名でってなっちゃった。昔この授業を始めた理由は、イラクで人質になった経験が13年前にあって、それですごい対人恐怖症とかになったのが、あと顔がバレたので外で殴られたりとかする経験がたくさんあったんですね。結構誤報とかもたくさんあったんですけど、そこから自分がやっぱ立ち直まれば本当にいろんな人に助けられたので、まあ、そういう意味で今の仕事をやってるってことなんですけど、それを今振ったっていう気がありまして、まあ、いかがですけど、ありがとうございます。まあ、当時ね、僕もね、今井さんはね、当然こう全国区で有名になってしまった方ですから、すごく印象残ってるんですけど、あの時ね、あの事件が起きたことで自己責任っていうね、言葉がすごく広がって、まあ、今井さんはね、自己責任なんだみたいなことを国中から言われて、まあ、それもね、日本のいびつな状況を指していると思いますけども、まあ、それをひっくり返してね、自ら自己責任とは言われない社会を作ろうとしているっていうところがね、本当に一貫性があるなっていう、僕は思ったりしてるわけですけども、まあ、いずれにせよですね、お三方それぞれの立場で、役割は本当にこの国の官僚からですね、金融機関の方から、NPO からですね、まあ、それぞれの立場で今の社会の日本のね、少し硬直化した日本のあり方に、まあ、少しこう疑問を考えて、でしかもですね、アクションを起こされているという点では本当に3方共通していると思います。まあ、こういうふうな方々がある種のそのアントレプレナー、あるいは次の時代のリーダーとして地域あるいはソーシャルの現場で活躍をされている、まあ、これをぜひですね、皆さんに知っていただきたいと思いましたし、3人のやり方をですね、ぜひ見ていただいて、皆さんとですね、広島からの発信にもぜひ参考にしていただきたいと思って、このパネルの方をやらせていただきました。まあ、ということで、こちらのセッションの方はですね、以上で終了としたいと思います。皆さんご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ワークショップを行っていただきます。